情報量がいくら多くても本質思考じゃないとあまり意味がない思考を育てる内容を意識しているチャンネルです複雑なことを複雑に考えるんじゃなくて本質を捉えて単純化してシンプルに伝えるよう心がけています文字の量ではなくて文字の質を求めるでその文字の質を 追求するっていうのが、これまた思考力が鍛えられるんですね。だから、アウトプットすることがね、世の中推奨されてますよね。で、一番簡単なアウトプットのツールはツイッターでしょうか。余計な情報を限りなく削ぎ落として、説明をわかりやすくする。まあ、かなりね、削ぎ落としたりするんでね。 詳細も知りたいんだよ、俺はっていう人にとっては物足りない情報配信になるかもしれませんが。まあ、詳細も知りたいという場合はそういう情報を探せばいいんです。うん、説明があまりうまくない人っていうのは知ってる情報を全部伝えようとするんですね。で、長々となんかね、話されて聞く側っていうのは結構しんどいんですよね、それだと。 だから、よくね、仕事でも上司に要点だけまとめて話しなさいとかってね。まあ、そんな注意も社内に響き渡るときがあるんでしょうけどもね。なんかね、やっぱ相手の気持ちを考えてないから、そうなってしまうんだと思います。ちょっとね、サービス精神が欠けているとも言えますかね。真面目すぎる人ほどなんかね、 ちゃんと説明しなきゃっていう風になって、なんかやたら細かいところも説明しちゃうんです。それは相手がすでに基本的知識を持っていて、さらに興味があると。それでもっと詳しく聞かせてください。っていう時なら、まあ、適切な説明となるんですけれどもね。まあ、基本的にはやっぱり、要約してざっくりベースで伝えるのがいいんじゃないかなって。 思うんですけども。あと、配信ですごい勢いでダーっとね、隙間なく喋る人もいますけれどもね、あれは情報量が多くて文字量がやたら多い。けど、なるべく早く説明してあげたいっていう気持ちがあるんだと思います。しかしなんか、あのスタイルはね、相手に熟考させる、相手に思考させる隙を全く与えないので、 なんか情報を押し付けるような格好になっています。今は情報格差社会っていう風な見方もあってね。あの少しでも早く情報をたくさん手に入れないとっていう風にね。あの1.5倍再生とか活用して躍気になってる人がいるみたいなんですけれども、だからといってなんか単純に 情報量を重視して詰め込んでも、なかなかそれはね、知識にならなかったりするんですよね、うん。情報を得たら深く考えて、真の意味を理解してこそ知識となる、みたいなね、言葉があるんですけれども、情報をひたすら収集するのもいいんですけれども、まあ、一旦ストップして、深く考える時間っていうのも大事ですね。そして、 あと、どうでもいいお遊びとか雑談の中にも、哲学的に深く突き詰めて考えると、何かの重要な気づきにつながることもありますから、何でも役立ち情報、お役立ち情報ばっかり求めるのも、ちょっとね、あのー、たまには雑談を楽しむみたいな余裕があった方がいいんじゃないかなと思ったりもします。であと、本質思考の人っていうのは、 いろいろとつながる。みたいな表現されますね。たまに。点と点とつながる時があるんだって。そしてそのつながった時に自分の考えに確信を持つことになったりします。よくわかります。うん。つながるんですよね。でまあ、例えば、そのつながる例としては、こう医療の世界で対象療法っていう言葉があるんですけども、これ全然、医療の世界に囚われず、 世の中対象療法的なことってすごくたくさんあるんですね。後のことは考えずに、今の危機だけをとりあえず強引にしのごうっていうケースがね。だから、政治、経済、教育にも対象療法がなされていますよ、ね。時代によって価値観を変えていかないといけないのに、変えていかないといけない部分が多々あるのに、今さえ良ければいいという考えで、 古いやり方をずっと続けてね。まあ、その結果が今の重症化した日本の姿ですよ。か厚生省のね、ガイドライン治療も全然変わり映えないですもんね。あの、ガンの三大治療というやつ。そして、管理栄養士が持ってる情報もまあ古臭い。全然更新されてません。新しい研究のこと。 教育も全然変わってないわけですよね。今更英語は小学生から始めよう。プログラミングも取り入れようってね。でもそれも多分ね、10年、20年遅いんですよね。それも。もうとっくの昔に日本は IT 更新国と言われてますからね。出遅れすぎですよ。遅かったってことです。教育がね。えー、だからまあ、もう学校なんてのは本当に 行かずに、普通に子供にインターネットをさせて、Google 検索を覚えさせて、YouTube で情報配信というカテゴリーを教えて、それで情報をインプットさせて、今日はあなた何を勉強したのちょっとわかりやすく説明してごらんみたいな。そんな感じでアウトプットのトレーニングを毎日ひたすら続けた方が、圧倒的に有能な人材が育つんじゃないかなと思うんですけどもね。 その子供の教育で褒め点伸ばすっていうのもこれ対象療法だと思いますね社会に出たら褒めてくれる人なんてほとんどいませんし褒められるのは結局能力が高い人だけです誰も褒めてくれないからといってこう自己肯定感が低くてネガティブな人が多いですよねでもそれってなんかやっぱ考え方がそもそもずれてるんですよね能力が高い人は 結構ね、自己満足できるっていうね、得意技持っとるんですよ。自分で毎日小さな目標を設定して、達成して自分で自分を褒めれるんですね。自分で自己肯定感を高めるもんなんですよ。人に言われて高めるもんじゃないんですよね、そもそもが。しかしなんか他人から褒められたいっていう人は、上司に褒めてもらうために仕事をするみたいな。 自分が一生懸命働いてるとこを見てみてアピールみたいなね。だから上司が席を外してどっか行けばもうダラーっとするみたいな。な戻ってきたらまた一生懸命仕事したふりするみたいな。そんなんで褒められるわけないじゃないですか。絶対実績出せませんから。うん。まあ、教育の本質っていうのは知的好奇心を芽生えさせるってところなんでしょうね。 知,知識欲があれば放っておいても勝手に成長しますからね。これほど楽なことはないですよ。自立に一番必要な要素です。知的好奇心。とか、知的好奇心がない人って逆に不思議なんですけどね。何がおもろいんだろうと思っちゃいますけど。まあね。あと、経済もね、対象療法っていうのが目立ちます。わかりやすいのは、 円安誘導でしょうかね。外国の資本家が日本の大企業にたくさん投資をしてくれてます。ありがたいですね。開発に力を入れることはできますから。しかし、結果を見るとなんか、外資に企業ごと乗っ取られてる格好となりました。安売りしすぎで、まあ、最悪のケースになってるんじゃないかな。うん だから対象療法っていうのは今だけしのぐって感じなんですけれどもそのちゃんと長期的な目線を持った上で利用しないとねその対象療法を行ったらどうなるのかその後ということを考えてないと後に偉い目に遭うことがあるこれやっぱり色々な事象に現れるケースですねだから対象療法っていう言葉はなかなか面白いなと思うんですね うん。癌細胞の腫瘍の場所が悪くて、なんか、どん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 癌細胞がでかくなるもんですから、なんか重要な血管を押しつぶすとか、何かの通りを防ぐようなところにね、できていたら、それは早急に措置が必要なので、手術が最善の選択になることもあると思います。しかしまあ医者っていうのは、ガイドラインに沿って当たり前のように、もう、 ちょっと小さい乳がんができたら、もう全摘ですよ、すぐに。全摘しましょう、全摘しましょう。念のために、念のために。何なんでしょうね。そして、あなた乳製品ばっかり食べてるんじゃないのもしかして、ひょっとして疲れやすい体質ですか集中力は長く持ちますかとか。そういった食べ物とか、全身の酸素の巡りに関しての質問、全然しないわけですよ。 まあその知識がないんでしょうけどね、お医者さんのくせに。うん。だからまあ長期的目線がゼロの人が行う対症療法っていうのは危険ですね。断った方がいいでしょうね。最近よく聞く、今だけ、金だけ、自分だけ、この3フレーズ。これやっぱりもう対症療法的なことばっかりしかできない。短期思考しかできない人が行き着く。 ところでしょうね自分に全く余裕がない人は別にそれでいいと思うんです。生き延びるために。余裕がないとね、もう自分のことで手一杯だからそれは仕方ないんです。でもやっぱ超富裕層である支配層がね、未だ、今だけ金だけ自分だけだと。それもただの逃げ切りですからね。対症療法的な措置は本当にやめてほしいものです。 えー、今回は情報量より情報の質を求めていますというお話が、後半はずっと対象療法にまつわるお話になってしまいました。